どうやらマインクラフトには通常存在しないはずのバージョンが存在していて、通称エラー422。首がない。スティーブの、どうこれ。これならいいね。おお、びっくりした。座標わかんねえからダイヤチャレンジむずいなこれ。あったー。一応これで5個ってな。ああ、でもダイヤが描写起きないんだ。砂漠に来たんですが、砂漠ってこんなサボテン生えてるんだ。うわ、なんなんこれ。プレイヤー200発キルドバイマジック、魔法によって殺されましたっていう。はい、どうもです。呪われたマインクラフトエラー422、続きやっていきましょうか。一応前回さ、砂漠行って大量のサボテンがあったんですよね。そこで謎の突然死、ダイヤ手に入ったんですよ、この座標で。にもかかわらず謎のプレイヤーの襲撃を受けました、オフラインにもかかわらず。で、今回ちょっとその、正体特定したいっていうのが1個。そしてもう1個は、可能であれば村見つけたいね。で、一応もうかれこれ3、4時間僕このエラー4人にやってて分かったのは、まずスポーン地点は完全に固定です。この場所に北にずっと行けば砂漠にぶつかるんですよ。で、そこにサボテンがあって、プラスジャングルがあるのね。だいたい1時間に1回死ぬ、このゲームは。何かしらの理由で死因につながるトリガーが引かれるんだよ。そんな気がしてるんで、そこちょっと確認していきたいね。で、やっぱね、気になるのは、ほら、スティーブの首があるんだよ、今回は。要は、これがない時と、ある時で、変わるのかなって。何かしらの世界が。結構、スティーブの首がない時は、襲撃受けて、で、ある時は、ゲームクラッシュみたいな、スタイルが多いんだよね。怖いけどね。ただ、怖い反面、皆さん。一応僕ね、ホラーゲーム得意じゃないんで、今回、対策取っております。一応、お気づきの方いるかもしれないんですけど、僕今若干声がね、低いと思うんですよ、普段より。これなぜかっていうと、僕今寝起きなんですね。はい。寝起きにホラーゲームだったら、怖くはないじゃんっていう、僕の仮説がありまして、若干今、眠たい眼をね、こすってやってるんですけど、これだったら、びっくりきても別にね、言って、天気も今、昼なんで、全然問題ないかなと。OK! 砂漠が見えてきたね。ダメージ負ったのに肉は食えない。あ？なんだ？今肉でぶん殴ったら落雷落ちたよな。おかしい。いや、ダメージ負ってるから肉が食えるはずなんだが。またなんかちょっと、また嫌な予感してきた。なんかゾクゾクしてきた。このゲーム異様に俺さ、鳥肌立っちゃうんだよね。なんか。音がずっとシャーって鳴ってるんですよ。これ編集でもう消してると思うんですけど。それがまずあまりに怖いっていうのと、もう一個。わかんないんだよ。読めない。起きることが全部。不可解すぎて。今落下してダメージ判定起きてるから、普通上であればここで憎くって回復モーション入るはずなんだけど。一旦ちょっとじゃあこのサボテン、壊してみる。やっぱサボテンなんだよな。これも一応エラー42名物の無限サボテンなんですけど、思った以上に数が多いっていう。ただおかしいんだよな。なぜ肉食えないんだ。スティーブ首あるか。首はちゃんとある。ただ、表示がいつもより多くバグってますね、これね。ピタッていう。こういう目押しではないんですけど、ちょっと怖いな。ただこのサボテン群生地は一旦超えたいね。村ねえかな。村行けば何かわかるかもしんない。それでね、村人の首が、あれ村じゃねえか？さすがに違うか。首があるないで、このエラー度数みたいなのがあんのかな、内部で。これ結構すごい景色だね、これね。何度見ても。これすげえな。まだ増えるもんね、無限に。現在進行形で、サボテンが。あれはピラミッツじゃないですか、もしかして。ピラミッドもあるんで、ここで可能であればダイヤと思ったら、来た、村ある。ナイス。どうしようかな。一旦じゃあピラミッド見てから村見る。ピラミッドにもサボテン生えてるか。これなかなか見ないぞ、この景色。じゃあ一応この辺りキープする。若干サボサボキープしながら、
あー、あるね、あるね、あるね。オッケー、オッケー。じゃあ、この下に、まあ、爆弾があるので、ピラミッドはおおむね。爆弾をケアできるように、まあ、階段を下りしていこうか。一旦着地と。おい。いや、ないな。だよ、ないか。あー、ナイス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 。ノックバック1か。まあ、一応、エンチャボも持っておきますか。で、この辺りも、まあ、普通であれば草と肉いらないんですが、まあ、一応持っておこう。おい。あー、いいね、6枚。いや、これめちゃくちゃいい。これはかなり、美味しい発見でしたね。さあさあさあ、村行ってみようか。初だね。ここはしっかり観察しておきたい。で、怖いのは夜だね。ただ夜も一応、あ、村人いるじゃん、ちゃんと。お前らいるんだ、この世界でも。もちろん音は何もないんだけど、シャーって音以外。よくお前、こんなサボテン、囲まれた中で生活してんな。のんきに。一応寝てしっかり、ま、朝にしておいて、こんにちは。あー、エメラルド1個でパン3つ。ちゃんと交易できるんだ。いいじゃん、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 いいじゃん。めちゃくちゃいい。肉はもう食えないから、一旦捨てて、パンなら食えんじゃない？どう？パンとか人参だったら、食ってくんないか、相変わらず。ってことは食料問題が、解決したっていう意味になるけどな、これ。何も食わないんでいい。え？急に黒曜石になった、今。なんでマグマがあんの？え、マグマで耕してるってこと？え、どういうこと？水じゃないんだ。ここの砂漠、マグマで、野菜作ってんだ。かなりそれは大胆ですね。だいぶカオスな、偉い4人の世界は。あ？空中に植えれるんだ、一応。なんならちょっとネザー見てみたいね。正直。ダイヤピッキーあるから、ネザーいけるかもしんない。ネザーだったら、要はこの422の世界が狂ってると。それがネザーにまで影響してない可能性あるから。オッケー。いやー、インビジビリティ、なになになにこれ。透明になっちゃった。やばい、始まった、始まった、始まった。始まってる。そろそろか。いいね。盛り上がってきましたね、だいぶね。えら422に。もしも僕の1時間に一発理論が正しいんであれば、おそらくもう5分から10分。その隙、いや、それまでに、あの場所に帰れれば、村に。で、ネザーにさえ逃げれれば、また脱出時はある。と、右のジャングルもね、一応行ってみたいんだよ。なんか遺跡っぽいのあったんだよな、ジャングルに。結局なんかジャングル入るとそれはそれでまた新しい。なんか来たー、ジャバエラーダンプ。いやいやいや、ただこれは新しい。このエラーは、いや、問題ない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 。お前このサボテンの聖地来てみろよ、おい。422無理だろ、お前ら。じゃこのサボテンの聖地に来んのは苦手なんだろ、お前ら。サボテンがだからこんなに恐ろしく多くもあるんだろ。ブロックが起きる。ブロック。くっそ、夜になった、急に。なんだよ、怖えな、これ、いちいちよ。2個だから、ウッドブロックでいいや。ウッドブロック。ネザーにさえ逃げちゃえば、ネザーにさえ逃げちゃえば。まだあるでしょ、ワンちゃん。ネザーにさえ逃げちゃえば、オッケー。つけ。よっしゃ、オッケー、いけ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 。お前らな、夜？おい、帰ってこいよ。よし。よし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 。ネザーは無理なんじゃないの？ねえ。422の世界でも。あっぶねえ。逃げてこれた。ネザーは普通だね、思った以上に。まあ、さすがにネザーになんかあったら僕も困ったんですが。エラー422自体のネザーは、至って普通。なんか、かなり重い感じがするな。ラグついて。じゃあ、スティーブの顔も。首もある状況なので、おー、ソウルサンドもあるし普通だね。オッケーオッケー。ちょ、いつでもじゃあネザーに帰ってこれる状況にはしてあるんで、一瞬現世行ってみる。一旦寝て夜潰そうか。いや、このジャバエラーダンプって気になるな。これ何なんだ。ネザーに異常がないことは分かった。であれば、ジャングルの方も探索行っちゃおうか。
じゃあ今回のこのループマジでお腹すかねえな、全然キャラが食事をしないんだよね。これといってジャングルも異変はないね。レベル 100? あ？なんかおかしくない経験値が。え？そんな経験、え、羊ってそんなくれるっけ経験値。いや、怖え、これ。1時間経ちそうだな。そろそろ。もういつ、あの野郎が来てもおかしくはないんだが。一応今回は。あーだ！もう怖すぎるこれ。怖すぎるこれもう。マジ怖え、目覚めた。どうしようどうしよう。どうしようこれ。あ、治った。治った。ちょっと痛ねさい、これさい行こう。怖え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 。この見晴らしいい場所で。え、なんか物資変わってない？あ、物資が。ルーレティング食らったんだ。異常なエラーは起きたが、やっぱ怖すぎこれ。マジで怖え。ただ一応乗り越えた今のウェーブ。でもああいう時に夜でなおかつ敵がいたらやばいか。このサンクチュアリはお前来れないんじゃないねえ。よく妖怪がさ猫を嫌がるっていうじゃん。同じようにサボテンきついんじゃないか、この呪われたマインクラフト。これがプレイヤーを守る唯一のきっと盾だろうな。だったらここを拠点にしちゃうか。いやでも初めてウェーブ超えたかもしんない。初じゃない、毎回この第一ウェーブで死んでたから。やっぱりなんか条件あんのかな。ネザーを作ったのがもしかしたら俺のこの生存に役立ったのかもしんない。